まずは、折り紙を三角に半分に折ります。これを縦にして、さらに半分に折ります。開いて、右の角をてっぺんに合わせて折ります。左の角も、 てっぺんに合わせて折ります。次に、てっぺんに合わせたこの角を、下に合わせて、半分に折ります。反対側も同じように折ります。これを裏返して、上の1枚を、下に向けて、 下の角から大体2センチ、2センチ開けた位置でこのように折ります。次にこの線から1センチ上をこのように裏側に折ります。まっすぐに折ってその下ろした紙をさらに 上に折り返しますこれを横にして下の角を中心に合わせて折ります反対側の角も中心に合わせて折ります表にして 最後にこの下の角を小さく裏側に折ります。これで折り紙の部分は完成です。これに顔を描いていきます。頭の上の赤い筒の部分を描きます。 次に目の部分はこの紙の線に沿うようにして線を伸ばして途中で真下に下ろします反対側も縦線を書いて斜めに沿わせる線を描きますこの線の端から さらに下に線を伸ばして平行に中心の線までつなげますその端に黒目を描きますこれに色を塗っていきます 黄色いマーカーで白目の部分を塗りつぶします。緑で黒目を描きます。頭の上の部分を赤く塗ります。あとはボールペンを使って縁取りをしていきます。紙が白いので黒いペンをそのまま使うと滲んでしまいます。 最後に黒いペンで瞳を描きますこれでジュラルドンの完成です